続いては若者に NG な LINE のやり取りどうなんでしょう。はい、皆さん文章の終わりに使う句読点の丸ありますよね。この丸をつけて若者に LINE を送ってしまうとちょっと相手に怒っているって思われてしまうかもしれません。なんか威圧的に見える。素っ気なさとか冷たさを感じる。今 SNS で注目されているのがメッセージの語尾などに使う句点の丸。若者世代はこの丸を見るとこう感じることがあるといいます。怖い怖いです。これはこれ何が怖いですか。丸怒ってるかなって思う。最低限冷たい感じがする。ちょっと怖いなって。フリマークとかないでなんか句読点とか丸とかでもつけてたらちょっと怖いなと思って。怒ってない文章だとしてもなんか丸つくことによってちょっとなんか威圧感というかちょっと不安になるところもありますね。 LINE の文章に句点が使われていると若者世代は怖い、怒っていると感じてしまうというのです。語尾が上がってんのか。あ、そうそうそう。こういった感覚に中高年の世代は。そうそうなんだ。それ聞いてどうですか。いや、そんなつもりはないからね、こっちは。やっぱりちょっとね、まあ、時代が違うかもしれないけど、よく使います、ね。意識して、まあ、文章書くのと同じで、うん、まあ、話が一つ終わるごとに、まあ、回るみたいな。仕事だから点丸かなって。どうしても業務の話になると点とか丸になっちゃいます。中高年世代が気をつけた方がいい若者世代のメッセージの捉え方について解説します。今押さえておきたいニュースを深掘り、ニュースわかるまで解説です。本日解説をいただくのはこの方です。成蹊大学客員教授で IT ジャーナリストの高橋明子さんです。生出演です。先生おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。さて皆さんよくお使いの LINE、はい、この LINE の文末での丸、いわゆる句点ですね。これが若者にとってなんで NG なのっていう疑問だと思いますけど。だってそう教育されたじゃないですか、国語で。はい、丸つけなさいって。はい、だからつけるんですよ。おっしゃる通りなんですよ。つけているんです。間違ってないんです。もう受け取った側はこれが、はい、はてなんだろう、谷原さんちょっと今日様子がおかしいじゃないかと思われちゃう。ああそう、丸つけただけで。そうなんです。じゃつけない方がいいの。だからそこを今日見ていこうと。あら、まいっちゃう。まずは若者の声、こんな感じです。句読点が威圧的に感じるのはすごくわかるんだと。何気ないやり取りで使われるとちょっと構えちゃう。硬い感じがしちゃうのかな。かもしれません。なるほど。あとは LINE で語尾に丸がついていると気に障ること、私ちょっとしちゃったのかなと考えてしまう。してない、してない。ですよね。そこが問題なんです。後ろに丸つけただ。齟齬が生まれていると、うん、ちょっと。一方中高年の声です。ママは句読点入れすぎって言われたことがあると。でもママとしては丸を打たないとなんだか締まらない感じがする。確かにそうですよね。いや、句点も入れるし句読点も入れないと相手に分かりにくいかなと思って、はい、文脈って点の打つ場所でもって変わってくるじゃない。変わります。だから入れてるの。良かれと思ってますよね。それはもう何度も聞いてます、ね、けれども相手はっていうところなんですね。あとは娘に丸は怒っている印象と言われてちょっと衝撃を受けました。句読点に感情を与えすぎじゃないっていうふうに思った中高年の方もいる。丸だよ、丸だよ、はい、丸なんだよ、丸だよ。そうなんですよ、ね、でもこれ不思議なんですけれども、じゃあなぜ若者はこの丸、句点をちょっと嫌うのかという部分、まあ、お疲れ様丸、了解丸、これ怒ってる、怖いって感じられる。これはちょっと冷たい感じするね。これだけで来るとね、ヘニャヘニャ丸とかしてほしいよね。確かにアレンジされているとお疲れ様みたいな、はい、サマー丸とかね。サマー丸ね、可愛い感じしますけど。LINE の使い方、若者の場合はチャットのような使い方をしていると。同世代とはポイントここです。短文で何往復も送り合って、
キャッチボールのようにパン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 送ってくるので、やっぱりそこで丸がついてると少し構えられてしまう。そのため中高年世代とのやり取りで見慣れない丸の意味を若い人は考えてしまうということのようです。いわゆる普通のじゃあその、文章として書く丸っていうものと、はい、SNS 上の打ち込む丸はちょっと意味合い変わってくるんだね。おっしゃる通りです。小室さんは、若者代表として丸が使われる世代。そうですね、私もでも自分の LINE 振り返ったところ、友人との LINE はもうほぼ句読点を打っていない。ただやはりこう上司とか先輩方との LINE は、まあ、あの語尾とかにつけてっていうのは使い分けているなというのは思います。でも使い分けられればいいよね。多分送った瞬間にこれが丸っていう意味なんだよ ね、 多分ね。そうですね。金子さんどうでしょう。私は LINE をやってないんですけど、携帯のショートメールでですね、やっぱりその文章を一旦切るっていう意味で句点はもう習慣的につけてるし、最後になんなら金子入って書いてるので、いますそういう方、すごい威圧的な人だと思われてしまってるんだなって。入ってあの金子入っての入ね、友達にも金子入って送ってるので、はい、それはすごくあのカジュアルなやり取りでもつけるんですか。ビジネスだけじゃなくても友達にも金子入って送ってるので、それは結構固い。それは本当に相手威圧してるんだって今ちょっと反省してます。それも完全に激おこのやつですよね。なんかしたかなって思っちゃいますね。和賀さんも入つけます。はいはつけないですね。でも、あの句読点については谷原派ですね、私は。今の時点では、まあ、この、ね、若妻で解説終わる頃にはつけなくしようと思うかもわからないけど、はい、今の時点ではもう丸派。意外と若狭さん柔軟だからすぐそっち行っちゃうんですよね。変えられそう。行きそう、行ってほしいです、柔軟に。ちなみに体験談ご紹介します。実例ですよこれ。高校3年生の子がアルバイト先の店長さんにシフトの相談をした時の内容です。当日ちょっと体調不良になっちゃいました。店長に LINE を送ります。お疲れ様です。体調が優れないため申し訳ないのですが本日お休みをいただきたいですと送ったところ、店長は承知しました丸っていう返答返ってきた。見る人が見たら、うん、別に何も問題ないじゃんって思うんですけど、これを受け取った高校3年生はこちら。普段は店長はびっくりマークとか絵文字があって優しい感じなので、この丸がついてるのちょっと怖かった。たまに丸が来るとびっくりする。でも次に出勤した時に店長は普通だったからほっとした。いや僕この子の気持ち分かりますよ。分かりますか。だって体調悪いって言ってんだから、はい、了解しました、うん、体調気をつけてねとかもう一言添えてほしいじゃん。そういうことか。店長も忙しかったかもしれないですからね。そう忙しかったか。確かにそれは一理あるかもしれない。もう一つご紹介します、はい。今度は同じく高校3年生、部活動の顧問から突然来た LINE の連絡です。明日の朝丸時丸〇分からウエイト練習やりますっていうものが来たんです。丸で。でこの学校での部活、普段は朝は自由練習なので、普段はこういう連絡が来ることがないんですけど、たまたまこの時はこういう連絡が来てかつ丸が入っていたというものに対して、彼はこちら、怒ってるのかなと思って威圧感すごかったと感じたんです。そこでこの部活の仲間同士で LINE で話して、これは先生絶対怒ってるよねみたいな。丸原だ、うん、あーやばいやばいっていうことで、翌日みんな全員で参加しました。本来は自由参加の部活なのに全員この日は行きましたけど、先生普通でした。だって業務連絡だから普通に、確かにただの連絡ですものと割り切れればいいんだけれども、でもこう思ってしまったという、ね。さてでも高橋さん、こうやってもう若者がちょっと句点を、まあ、嫌ってるわけじゃないと思うんですよ、うん、なんか別の僕らと違う感覚意味合いを持っちゃってるってなぜなんですかね。はい、普段ですね、若者はやっぱり若者同士でやり取りするんですけど、チャットのようにやり取りするので、単語とか文節で送ってるんですね。句読点を打つはずのところでもうすでに送ってるんで、基本的に打たないっていうことになるんですけど、うん、なので全く見慣れないんですよ。見慣れないからこそあえてついていることに意味を見出しちゃうんですよね。なるほど。じゃあここには怒りとか威圧感とか何か込められてるのかなと勘ぐってしまって、うん、感じてしまって怖い、だからちょっと嫌だと思ってしまうんですね。もう変な意味ないですよ。変な意味ない、うん、ただもうちょっと文章を柔らかくしてあげればいいんじゃないかな、送る方もね。あ、そうかそうか、確かにそうかもしれません、うん、了解です丸とかだけだとちょっとね、うんうん、了解です丸とかね、伸ばすとかね、そう伸ばすとか。でもその打ち方、文章の作り方についても NG のことも聞いてますので、はい、この後ちょっとご紹介したいと思うんですが、ここまでは
良かれと思った丸の受け止め方の問題を示してきました、はいはい、一方で若者たちはあえて丸を自分自身で使うケースだってあるんです。今度は丸を使うケースです。いきますよ。例えば打ち上げのお店はイタリアンでもいいって聞いたときに、はあ、いいと思うって返した。何もこれ丸とかも何もありません、うん、この返し方については返した側のスタンスは基本フラットです。フラット、はい、これ怖くない？怖いですか？全然なんかいいと思ってる感じないけど。あ、そうですか、うん、でも基本皆さんね、これはフラットという捉え方、ね、じゃあいわゆるこれ笑うマーク、笑みたいな、いいと思う、これはどうかというと本当にイタリアンいいよ、賛同してるっていう、え、小室さん笑つけるじゃん、はい、つけます、賛同してるんだ、あれしてます、してます、なるほどね、もうなんならあのこの選択正解だねみたいな、うん、もう気持ちも上がってるような気持ちで笑をつけて、笑をつけて、これはね確かに分かりやすいですね、うん、笑、じゃあ今言ったいいと思うに対してあえて丸をつけるっていうことは、うん、これをつけてこの文章を送った人の心理は果たしてどうなのかということを鈴木大地さんに問いたい。どう思いますか？いいと思う丸、うん、いや普通に賛同してますよっていうふうに僕は見えますけど、ええ、でもそれって並べるとやっぱ違うんでしょうね。そうですね、クイズにしてますからね。どうでしょうこれ。いやこれなんでいいと思う、うん、冷たい感じがするってことですか？そうね、ほう、ということはこの人はこの意外に反対ってこと？意外に反対かもしれない。正解はこんな印象を持ってます。イタリアンというお店に対してあまり好きではないけれども好きにすればそれはさ受け手の問題と思いますよね。で僕もこれを若い若者スタッフの方に聞いたら、いや本当そうです、丸をつけることがもうむしろマイナスになってる、むしろ最初から反対してくれた方がいいじゃないですか。じゃあ反対じゃ嫌だって言えばいいじゃないか。いや嫌だは逆に相手をちょっと悲しませちゃうんで、あえてこれでプラマイのマイを強めてる、刺してくれって感じ、分かりますかね、はい、いいと思う、あんま乗り気じゃないよ、刺してねみたいな意味合いを込めて丸つけることはあります。でもなんか若者の中だけでそれがさ、そういう風になるのはすごく理解できるんで、はいはい、おじさんたちはそうじゃないから、おじさんの丸は見逃してくんない？そうですね。そんな意味じゃないから、常識に一緒にこう巻き込まない方がいいってことですね。そうですね、若者内の。でも高橋さん、これ世代間でどうしてこれまでこんなギャップがどんどん広がってくるんですかね。はい、あの大人世代はガラケーメール世代なので、あのメール文化を引きずってるんですよね。なんであのメールなんて文章は長いし、読みやすくするためにこう改行したり、誤解されないためにこう絵文字なんかつけるじゃないですか。なんですけど、あの若者はですね、もう LINE って2011年からのものなんで、もう13年も経ってるわけですね。なんで若者は LINE ネイティブなんですよ。なんでもう最初からチャットのように LINE でコミュニケーションしていたので、もう短文で送るのが当たり前なので、そもそもあのツールの使い方が全く違うってことなんです。なるほど、はい、あの LINE とメールどれぐらい皆さん使ってきてるのかっていう、これ関東のシニア層の方々の普及の率なんですけれども、メールに関しては2018年から現在まで、まあ、横ばいだけど増えている、うん、一方 LINE というのはシニア世代の方はやっぱり使う方がぐーっと増えてきている。あ、まあ、こういった変化も今の先生のお話の中の裏付けかもしれません。じゃあここまでシニアの方 LINE 使う方増えている中で、若者が思う正解って何なんだろうって今回アンケートしてきました。10代の男性です。例えば体調不良で本日お休みをいただいてもよろしいでしょうかという問いに対しては、上司はお疲れ様、ゆっくり休んでねとだけする。あえてここに丸をつけてしまうと変な感情を感じられてしまうので、丸をつけずに開業したりすると、これが正解だと、はい、その他にはこちら10代の女性2人です。体調不良で本日お休みをいただいてもよろしいですか、これに対してはお疲れ様です、びっくりマーク、了解しました、絵文字、びっくりマークと絵文字をつける、これだったらいいんじゃないのと、この2人は答えてくれました。絵文字とびっくりマークってちょっと前おじさん構文って言われた気がするんだけど、はい、いいの、大丈夫、やっていいの先生、ここに関しては。はい、あの適度にあると、あのそこまで親しい関係同士ではないので、あの誤解を生まないためにつけるっていうのはありなんですよ、ね、ああそうですか、はい、なるほど、もうポジティブに送ってますよっていうのが伝わるので、うん、
大丈夫ですか小室先生。はい、私もこの文章はすごくあの優しいなっていうふうに優しい印象を。あのこれびっくりマークすごく使いますね。びっくりマークね、うん、でもびっくりマークいっぱい赤びっくり使ったらおじさんになっちゃうんでしょ。赤びっくりはそうですね。あ、難しい。あの普通のびっくりを使うかなと思います。絵文字のセンスも問われますね。そうですね、1個の文章の中でだいたい絵文字は 2,3 個に留めておこうとか、うん、なんとなくバランスは見ていますし、多すぎるとやっぱりいわゆるおじさん構文に、うん、まあ、わざと近づける場合もありますが、うん、なってしまうかなっていう。バカにしてるわけですよ。わざといいですよ。わざとおじさんの方を送ってくるわけですね。いいですね。それもそれでした。谷原さんはもう若いから LINE が。俺若くない。若いよ LINE されて。いやもう NG のあるから。まあ、後で。そうですね、この後に。ちなみに若者に送ってはいけない NG ワードとして高橋先生がいくつか挙げてくれました。まずは今日ここまでテーマにしている句読点というものですね。これを基本的にまあたくさん、特に LINE の時はつけないということ。あとはカタカナ、本来カタカナであるものだったらいいんです、バナナとか、うん、でもあえて日本語表記のものをこうカタカナにひらがな表記のものを変えてしまうとちょっとこれはと思われてしまうし、小さい文字これも対象になりますし、顔文字ね、結構昔流行ったし、これガンガン使ってますよ、ね、小室さんにガンガン顔文字送ってるね。谷原さん顔文字めちゃくちゃ多いです。ガンだけね、ガンガン、もう一個の上に3個ぐらい顔も走る、ね、しかもちょっと変なのばっかり送るんだよね。変なのばっかりです。あとはここが難しい塩梅の問題です。絵文字に関しても大量に送りすぎるとよろしくない。そして短文、買い物、場所どこ、あれここまで今日学んできたことに関してはこれ OK なんじゃないのかなってちょっと思うんですけど、ダメなの先生曰く、突然今から短文にすると相手にとってあれちょっと今までと毛色違くないと、急に怖いとか、あれ怒ってるのかななんて思われてしまうんで気をつけてください。はい、あんまり長文も嫌だよね。長文も嫌ですね。どうすればいいんですか高橋先生。はい、はい、やはり大人からあの若い世代だとどうしてもあの威圧感を感じられやすいので、あの和らげる意味であの感情、ポジティブな、感情を表すような絵文字を少しつけるぐらいだったらあのむしろありだと思います。あ、はい、なるほど。いかがですか風間さん、ここまで。いやなんかあの人にどういうふうに思われているか気にしすぎなんじゃないのっていうふうに僕は思っちゃいますけど、ちなみに僕にとっての一番若い LINE 相手はコメンテーターの大空さんなんですが、この前飲みに行った後の LINE がありがとうございました丸で終わってましたけど、つまりこれはどう受け止めたらいいんでしょうか。何か奥にあるのか。そういうことですかね。ことですよ。聞いてみたいですね大空さんにね。ですね。他にどうですか皆さん気になることとか。でも私カタカナとかカタカナなんか形ってことをカタカナに書いたり、はーいって小さい文字入れたり入れますよね。入れてるので反省をしますけど、でもなんかこれよく挨拶状とかって昔からそれは相手と縁を切るってことで句点をつけないっていう風だから、年賀状とか挨拶状って丸がないじゃないですか、はい、相手にもう突き放す形になるからつけちゃいけないのかなって意味もあるのかなと思ったら、そうじゃないんですかね。あ、そうですね、若者的にはそちらというよりも、うん、はい、あのちょっと半分パッパッパッと見慣れないからっていうのが多いようですね。なるほどね、はい、若さんどうですか、だんだん丸使わない方向に寄ってきましたか。使わないですね僕は。早い、もうしっかり早い、もうだってそう若者に私は、ね、嫌われたらもう生きていけない。いや僕らもですよ、僕らも、うん、みんなですよね。そうですね、ちょっと丸の使い方ちょっと小室さん教えてくんない。今度そうですね、ちょっと、まあ、大変な顔文字来たら伝えます。それは変ですよ。まあこれがいけないということではなくて良かれと思ったものを若者たちはこう受け止めているよっていうことを今日少し学んでいただければなというふうにも思いました。はい、ここまでは高橋先生の解説でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。